ると思う。燃やしました。ライトついてる、ライトついてる。思った。電気ついてる。え、今うめき声したじゃん。今すげえ走ってる人いたよ、そっち。人いね。どうでしょう。行ってみますか。来ますか。まだ入り口もまだ立ってないからな。いやでもなんかもう声のこと考えるとちょっと進まない方がいい。いや、そう、俺もある、それやばかったよ。聞いちゃった俺らからしたら結構やばいよね。ねえ、やばかった。マキと同じ感じしない？いや、それマジで怖い。いや、俺マキよりやばい。俺たつきが聞いた声に関してやばすぎ、やばすぎ。てか俺もう正義と二人じゃいけない。もう一人欲しい。一人ね。どうでしょう。入り口まで10メートルぐらい。違うのかな。なんだろうあれ。でもね、肉眼でも見えるよね。いや待って、これ本当にやばいな。そこまでやばい。やばい、無理か。うん、これはやばいわ。これ兄さん無理だ。うん、これ兄さん無理だよ。なんかあったら遅い、マジで本当に。全員できる。してないよ、してないよ。するわけないでしょ、このタイミングで口笛。口笛かけフィューって。街灯3つまでは見えてんだよな。街灯意味わかんないもん。うん、なんでついてない。じゃあなんでじゃあここにはないのって話。俺と正義が見えてたのはこれだよね。あ、ただ響き方やばい、響き方やばい。ただシールだ。あ、え、これやばいわ。めっちゃ響く。響くな。響くね。ええ、今日だ。あ、みたいな。え、もうやばいってマジで。タバが結構聞こえまくってるのレアだよね。ね、普段聞こえないもんね。タツキと変なの聞こえてるから。そうね、一生はまずいってなってるんで、チームグッドパー。グッドパー、グッドパーで分かりました。せーの、パー、チュー。左か、やばい。先3人で行ってくるよ。行ってきます。行ってきます。ふじ、うわ、マジやばい。うわー、やばいやばい。超うわ、めっちゃ超。いやもうこれ、いや、でも空気重っ。え、なんか体めっちゃ重くなってる。やばいやばい。え、寒っ。大丈夫これ本当に。これは現場でしょ。あー、マジで先が全く見えない。見えないし、どんだけ長いのこれ。え、これそういうこと。だからもう嘘だろ、わかんねんで、どんだけ暗すぎて続きがどんだけあるか。え、てかライトなしじゃ無理じゃね。電気ないと無理だよ。電気ないと無理だ。電気ないと無理。あんとすぐ終わりだと思ったじゃん。電気切れてるだけで超だけ。めっちゃ長い。え、そうだ。ちなみにさ、これ点検も2006からやってないの。だから2006以降来てないから電気も高い、直してないんだよ。え、なんでしょう。この点検逆にがついてる。どこが金払って。怖いやん。この二人で取り残されるのいっちゃ怖いんだけど、こっち。これぞ YouTube。 やりましょうよ、たつきさん。やりましょうか。850m。 いや、それはないと思うんだけど。まあ、こんな感じですね。結構何してんの。こっからなんですよ。ライトないんですよ。消えるんですよ、こっから。携帯の電気でも限界なくらい真っ暗だ。これやば。何これ、なんかやばくね。え、大丈夫。深刻にまずくね。これ、途切れてる。え、あ、途切れてるか。途切れてないのか。あれ、終わりだ。これ終わったぞ。終わった。落ち着け、落ち着け。あ、周り音出せ、周り音出せ。ため息。どうとした。どっから。後ろ。これらじゃない。ピチャって音から。うん。ここは何？逆サイ。逆サイか。もうちょっと進んで。ないか。そうだね。普通に多分道路が。道路だね。じゃあこの辺で戻る。このさ、
出張来ないとツアー中さ、もうさ当たり前に声入ってるのやばいよ。やばね。850円。うわ、マジ？あ？これ雪だと思ってさ、白いの。待って、やめろ。俺はもう刺したぞ。雪じゃない？刺せない俺、何？塩。あ。やりました。あ、もうやってるな。これもじゃない？待って、これもだ。これ塩っす。備えてあります。うわ、こっちにもある。これも塩っす。もうこれがもう崩れてる。何よりものこのやばいスポットの証や。結界的な意味で。いや、清め終わったかもよ。じゃあ行きますか。俺来ないで。意外と別に空気は汚くないんだよ。まだそこまで嫌な感じはしてない。俺はで一応これ抜けたのかな。これ抜けたのかな。あ、抜けたんだ。これ抜けたけどこっちには塩ないんだね。うわ、何もうガサガサってた。こいつもこの出口がね。ちょっとトンネル抜けた先に何があるのちょっと試してみたい。あ、でも一応こうまたガードレールなんだね。うん、どこに続いてんだろう。こっちはなんか看板ある。え、使用禁止区域。なんかさ、違う集落とかがいそう。ほんとなんか日本国憲法通じないような。いや、もうそういうレベルだよね、次元が。そう、憲法が通じないようなさ、集落がいそう。だってここまで無音なことある？ないね。山奥。いや、足音するしね、パン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 してる。ほんとだから、なんか違うなんか民族がいそう。追っかけてきそうよ。そうそうそう、いきなり襲われそうな感じがする。出口から向こうやばいね。別世界。あ、でもこっちからさ見るとさ、こっちから見るとちゃんとあいつらの姿見えんだね。見えんか。でも向こうからは全然見ないじゃん。うわ、いるいる。でもさ、こういうさ、なんかさ、うん、赤いさ、なんか残ってんじゃん、これ。なんだろう、これ。これ赤いやつでさ、上から白で塗ってんじゃん。そう、これ多分血がここについてて。やべやべやべ、上から塗ったとか。そういう予想やべよ。あるんじゃないの。優勝。上もう大輝嫌いだわ。戻るぞ戻るぞ、帰ろう。一応ご供養しときましょうか皆さん。ああ、そうですね。いや、皆さん一緒に。そしては僕たちは関係ないと。関係ないです。違います。人違いです。僕たちは関係ないと。関係ないです。違います。人違いです。人違いです。人違い。帰ってきました。よっしゃ ー, ー終わった。帰ってこれだ。いや、ドットくんな疲れね。やばいよなこれ、うん、マジやばい。それでは皆さん一人ずつ感想の方よろしくお願いいたします。うん、まず俺はトンネルのギリギリかのところで定義も聞こえたんだけど、男のうなり声、本当に苦しそうな声、普通にやばかった。で、京平が一番端っこにいたんだけど、そのもう真横ら辺から聞こえた、もうすぐ近くから。それを聞いて俺はマジでブルった。俺らはパキだったけどね。俺は聞こえなかった。それはパキだったね。なんか枝折るような。パキの前なんだよ。俺でもね、そこら辺のパキじゃなくて子供の声だね。俺は多分みんな聞こえたと思ったけど、あーってやつ。え、聞こえなかったっけ。なんかみんな聞こえるっつってたやつ。あーってやつ。そうそうそう、そんなやつか。俺はまあちょくちょく男性の声、うなり声とか聞こえたんだけど、何が一番怖かったかって、トンネルの途中に赤いなんか液体がついてるね。そんなんあったあったあったんだよ。で、その上になんか白新しく塗られてんの。うん、要は多分なんか血みたいのがバーンってなってて、それを塗るために新しく上から白く塗ったんじゃないかと。それを感じちゃって。マジめっちゃ怖かったね。俺はトンネルに入った途端の空気の重さ、体がめちゃめちゃ、うん、すごかったね。すごく重くなって、めっちゃ重かった。あ、これは多分本当にヤバいとこなんだなって思って、あ、まああとちょくちょく声が聞こえたりとか、もう行きたくねえと思いました。そうですね、まあみんな言ってないこととしたら、トンネルの破壊力。やばい、あれ見えた瞬間にもう本当にダメなやつってなって、うん、急にやられたね、やっぱ。てか、なんか不自然なこと多かったよね、ミラーの数とかもさ。うん、そうだね。
ライトとかもね。うん、ライト一番変だったな。はい、ということで、はい、これにて一旦出張ホラーナイトウィーク、はい、終わりますので、はい、皆さん楽しめたでしょうか。楽しめたでしょ、それは。いいウィークだったはずです、皆さんからすれば。僕たちはまあ地獄のね日々でしたけれども、日々というかもう日だったよな。すげえ日だった。まあ現象で言ったらなんか俺あんまここはここの方が緩かったかなって。でもここだけは唯一行きたくねえってなったな。行けねえってなった。進みたくねえってなった。あのトンネルの破壊マジやばいよ。楽しんでいただけましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。お願いします。まだまだ行ってほしい心霊スポット募集してますので、こちらのメールアドレスまでお願いいたします。お願いします。高評価がね、1万5000突破したらまたじゃあ、はい、行っちゃいますか。行っちゃいますか。行きますか。超ホラーナイトウィーク。行きますかね。1万5000行くかな。行かないだろうな。行かないでしょうということで。これ行くやつだね、これ。これ行くやつだよね、これね。これ行くやつだ。まあでもそれぐらい行ってくれたら、まあ求められてるんだなということで。行、うん、きますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで皆さん気をつけて帰りましょう。はい、行きましょう。はい、バイビーバイビー。さあ、エンジンかかるかな。さあ、いいよ。はい、帰りましょう。うわ、落ち着け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 。いや、多分ね、もっと壊せる。手ないし。なんかね、切れたんですよ。え、え、え、本当だ。今やば。やられる、マジで。降りよ。おり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 。待って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 、これ今木の横で女の人見えた。マジで見えた。プレテか確認しようか。あ、ちょっとで、大丈夫で、つくじゃん。うん、嘘しょ。え、嘘しょ。あ、触られた。特には蜘蛛の薄い。うわ、女性見えない。どこに、何が見える、みんな。え、聞き、顔どんなの。ちゃんとくっきりと。へぇ、強兵が似たような声。え、待って、これやばいって。僕たちは関係ないと。関係ないです。違います。こっち。